さあ行くぞ。わっせー、シーズンイベントポイント、皆さんは稼ぎましたか？どうですか？はい、僕はねまだまだ足らないんすよね。何が足らないかというと、多分ね上から2番目の実績ボーナスで、そして個人の中にある制服の道っていうのがねあるんですけど、ここの中で下行ってもらうと8万ポイント以上達成するともらえるものがあるんですよね。まあ10番、番号で言うと10番なんですけど、こちらをね手に入れたいんですよ。はい、コレクション手に入れたいので、サクッとやりたいなと思うんだけど、これどうだろうな。今からやりますよ。はい、サクッと本当は行きたい。で、今現在僕はね1328ポイントしかないわけなんだけど、これをちょっとね一気に増やしたい。だけどちょっと危ない感じもありますよ。はい、それで危ない感じあるんで、使えるだけ使いたいなと思います。バフ使っていきたいなと思いますよ。いやいやいや、これマジでね危ないっすよ。今からやるのはね危ない、危ないんだけども、危ないんだけども、いきますよ。はい、行っちゃいます。とりあえず上限は増やしてね、出撃できる上限増やしていくんですけど、イベントセンターの中にあるねこの上から2番目にある海賊鍛錬ってやつねあるんですよ。こちらね、あ、一番今はねメインの中にある一番上のとこにありますが、あと日付が25日あるんで、まあ、この中のうちやればいいんですが、あ、今からやっちゃおうかなと思いますよ。でここでサクッと増やしたいんですよね、ポイントをね。僕今ね鍛錬した回数0です。はい、ランキングの方はどうなんだろう。みんな1位の人すごいかな、みんなやってるもんね。で殲滅のポイントなんですけど、こんな感じになってて、前期の敵殲滅のポイントがこんな感じですね。1位の人がすげえな。僕前回も今回も0ポイントなんだけど、今からどんだけいくんだろうポイントがね。でこれ結構危ないんで、マジでね危ないっすよ。攻撃してくるやつがいるんでね、 A のとこをとりあえず移動しましょうかね。あ、やってんか誰か。これ今だったらチャンスじゃない、これ周りにいるんだけど、今だったらチャンスじゃないかな。これ攻撃されるんすよ。やったことありますか？てかどのぐらいいきます？やったことあるでしょ。わ、結構いるじゃん。なにこれ、あ、いるね、だいぶなんかいるじゃん。でも別荘低いねレベルがね。なんか順番待ちなのかなんなのかわかりませんけど、いますね。 A のとこ、そんでもって B のところがどうなってんだろうね。一応ブックマークしてあるんですよ。 B がこちら。うわ、なんか B も A も、なにこれ、めっちゃおるじゃん。やばいかな。そんでもってポイントね結構行きたいんで、なんか邪魔される感じもあるような雰囲気あるな。でも占領者一応なしになってて、C のところが、ここね、誰かやってるわ。やってますね。誰かやってますね、今ね。まあまあな、ポイントになってんじゃん、これ。22万5千ですね。今、ポイントが略奪ポイント。で、これで、攻撃して、もし、自分がね、真ん中に入ってて、攻撃、誰かにされて、負けたならば、ポイントがね、ある程度何割か持ってかれるんですよね、これ確かね。すーごい持ってかれたっけねえ、これ。それでね、一応ヒントの中にも書いてあるんですが、島にある海賊の砦を占領すると1分ごとに海賊が襲ってきます。で、海賊は襲撃してくるたびに強くなりますとあるんですよ。で、僕どのくらい行くんですかね、今のバフでね。そんでもって、砦内の戦闘では倒された隊員の 40% が死亡し、60% が負傷しますということなんですよ。で、また砦内の海賊との戦闘時に生じた自軍の死者の数に応じて敵殲滅ポイントの50ポイントを獲得できますってあるんですよね。あとね、他の人ね攻撃してくるんですよ。で3番にあるんですけど、襲撃を避けると鍛錬成功とみなされ鍛錬ボーナス括弧敵殲滅ポイントを獲得できます。鍛錬を続けると追加ボーナスを獲得できます。またタイミングを見計らって他のプレイヤーを略奪すると、その時の
当該プレイヤーが得る鍛錬ボーナスの 30% 獲得できますとあるんですよね。はい。なので、今略奪ポイントが55万8000じゃないですか。そのうちの 30%、3割ね、持っていけるんですよ。勝てたらね。なので、狙ってる人も多いんですよ。これだから危ないの。はい。この人は55万までいってるけど、僕はどのくらいまでいくんですかね。はい。ここ占領者なしになってるが、だけども危ない感じするな。結構強そうだもんね。雰囲気的にね。どういう人なんだろう、これ一体。3200万の人ですね。GF5 僕と同じですが、バフがね、どのくらいあるかわかりませんけど、まあ同じぐらいのやつがいるけどさ。まあやっちゃうか、ここで。あ、やっちゃいますかね。D かな、これ今。D。あー、ここに移転して、まだやり方知らない人はね、こんな感じですよ。で、移転して今占領者なしなんですが、攻撃をね、しに行きたいと思いますよ。で、こんな感じでやるんですけども、一発目、これ行くじゃないですか。はい、行きました。今ね、行ってて援軍入れれるんですよ。援軍っていうのは、自分で追加で兵隊をね、送り込むこともできるわけなんですよね。あ、今攻撃しました。あーでね、下の黄色のところから来てるわけ。ここね。はい、来てます、海賊が。僕、ゼロポイントで、誰かから攻撃来たら、マジ笑っちゃうね、本当に。やばいね。戦闘レポートもちょっと見たいですね。はい、戦闘レポートも見たいし、どうなるか、避けることもできるんですが、どうしようか悩みますね。とりあえず、ポイントをね、たくさん行きたい。いやー、頼むっすよ、マジで。頼むよ。ポイント稼ぎたいんだから。で、避け方としては、まあ簡単にね、説明すると、もうほんと都市の中と同じような感じで移転するだけなんですよ。終わらせるときも移転するか、退却ってやつがあるんで、これ確かね、退却すればいいですよね。あ、これね、戻るボタン。はい、戻るボタンを押せば戻れますが、攻撃ね、もし敵から攻撃が来るときは、レーダーになります。はい、レーダーが鳴るんで、まあその辺でわかるかなと思いますけども、まあどんどんね、海賊が来るわけなんですよ。で、1分ごとに攻撃が来るって書いてあって、それを耐えれば耐えるほど、ポイントがね、上がってきます。あー、来た来た！もう攻撃が来る！いや、当たったな！当たりましたね！もう攻撃が来たな！やばっ！早くねえか、これ。誰から来たの、これ。いやいやいや、びっくりですよ。うわ、損失10万人。でかっ！やばいな、これ。速攻来ましたね。全然ポイント稼げてないんだけど。で、負傷者の方が28万人でしょ。やばいな、これ。見てたのかーい。相手損失あるけど少ねえじゃーん。バフどのくらいなんでしょうかね。バフもそうなんですけど、英雄と豪傑はこんな感じですね。左が敵で右が僕なんですけど、デビルレイとクラーケンとルイス、相手がね、使ってますね。僕はメガネコちゃんとオスカーとクラーケンなんですけど、まあこれ豪傑調整があって、メガネコちゃんの威力がね、ちょっと下がったみたい。てか全体的に豪傑が調整されてみたいですね。で、バフが、おい！マジか、もうちょっと弱いやつにしてくれよ。頼むぜ、ベイベー。まあ、これね、こんだけ差が出ると、ちょっと偉いっすね。で、相手が、一応ね、暴走族の攻撃力が一番高いみたいなんですけど、1319ありましたね。僕は933なんですけども。いやー、300、400違うとね、結構違ってくるんですよね、だいぶね。何？兵隊何使ってんの一体？何の兵隊使ってるんですかね？あなたは一体何を使ってる？ T10 だね。やっぱこれね、使い勝手がいいんですよ、T10。だいたいこれ、T10 で攻めに来るんかなと思います。そして、今攻められたんだけど、これね、時間にもね、問題があると思います。はい、僕は皆さんが、すごいログインしてそうな時間に今ね、やったわけなんですよ。わぁ、地味に多いな。損失10万人と全部負傷？やべえじゃん。残りが全部負傷でやべえじゃん。マジかよ。ポイント全然いってないもんね。相手は、殲滅のポイントを稼ぎたくて、攻撃をね、してきたみたいなんだけど、まだいるのこいつ。どこにいるのこいつ、どこにいるんですかこれこいつ、はい、GF6 のやつが来てた。都心122番の、
TKF っていう組織。うわー、狙ってたなー、マジで。すーげー狙ってた。これ毎回狙ってんじゃん、もしかして。GF6。で、僕、15キロ近くにいるんですけど、この感じ。ポイント増えたのかどうか、わかりません。はい、どうなのこれ一体。ポイント増えたの。1328。これね、一回、ログアウトして、ログインすると、ポイントがね、加算される感じもあるらしいんですよ。はい。それで、敵殲滅のところでポイントボーナス、上から3番目にあるんですけど、あ、ここでもらうということですね。はい、ここで反映される時もあるし、反映されない時もあるんで、もし反映されない時は、一回ログアウトしてからログインするといいかもしんないですね。あー、こんな感じで、今ね、ポイントもらえたんだけど、あ、渋いな。マジかよ。一回できたね。一回しか、まだ倒せてないんじゃないかな。海賊のやつね。ね、今受け取ったんだけど、ポイント反映されてませんね。反映されてないから、一回ログアウトして、ログインね、し直しとりますよ。はい、これで多分、ポイントが、ついてんじゃないかなと、思うんですけど、どれぐらいついてんすかね。おっと、栄誉の方向も赤く丸点がなりましたね。あ、実績ボーナスの方が出てきました。あ、こちらね。これね。あー、シーズンポイントが5000に達成しました。あと、組織の方がこんな感じになってるって。はいはい、なるほど、なるほど。なるほど。さっきの戦ったやつ以外にも、もらえてる部分がありますね。一気になんかもらえるようになったな。どこまで行くんだ、一体。あー、8万ポイントはいかなさそうな感じがすっごいするんだけど、何ポイントになったんですかね。はい、ドン。はい、7828。全然足りません。10分の1にもなってないって。どうなってんだこれ。まだまだやるしかないんじゃないの。その前に復活をさせてですね、やりたいですね。まだまだチャレンジしたいと思うんですが、だけどもだけど、復活をさせてからですよ。資源どれぐらいいるんだよ。時間どれぐらいかかんだよ。あ、結構いるじゃないですか。微妙にたくさん必要っすね。まあ、地味な感じで紙幣が多いかなと思いますよ。はい、どーん。まだ負傷者こんだけでよかったね。全損だったらびっくりだね。皆さん気をつけてください。